It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I've really missed this place. Just so you know, you haven't been replaced. Cause I still think of you now like nothing has changed. And we just can't deny our hearts are beating time. We're both still synchronized. Whoa. And we can't let it lie. In between you and I, there's always love we hide. But it's always been you. It's always been you. You. It's always been you. はい、今日は9月の10日火曜日なんですけれど、大会東京プロが終わってからどれぐらいだ、2週間が経過したって感じなんですけれど、全然動画を更新できず、 YouTube を更新できずすみません。大会が終わってもう次の日からトレーニング始めたりしてたんですけれど、なんか不思議と食欲も全然なくて、大会直後とか次の日とか、大会の次の日とかも寿司ぐらい食べたの。なんか今回はいいコンディションで過ごせるかなと思ってたら、2日目3日目ぐらいでどんどん食欲湧いてきて、いっぱい食べちゃって、でもうどんどん顔も太っていって、むくんでいって、動画を撮るのが嫌だ、こうやって画面で見るのが嫌だし、体を撮るモチベーションもどんどん低くなっていき、まあ、そんな感じで過ごして、トレーニングもだいぶ体も疲労してたんで、トレーニングの頻度も週3から4ぐらいに一旦収めててっていう感じです。昨日まで広島と大阪に行ってて、広島には太志郎のレモンクラシックの応援に行って、で、まあ、帰り途中大阪通るので、まあ、せっかくなんでってことでちょっと美味しいもの食べて、で昨日の夜もう12時過ぎぐらいに帰ってきたんですけれど、なんで昨日はたこ焼きとか高カロリーなもの、塩分脂質
高いもの食べたから、まあ今日も絶賛ねむくんでるんですけれど、そうだからね動画をね回したくないんですけれど、まあありのままを今日は撮ろうと思って回してます。まあ一回あんま喋っても面白くないので、今回ね太子郎が出場するっていうことで初めてレモンクラシック行ったんですけれど、すごかったね。レベルがボディービル、クラシック、フィジーク、フィジークメンズ部門の話だけになってしまうんですけれど、すごかったです。レベルが、人数もすごいし盛り上がりもすごいし、本当に大会も盛り上がってて、めちゃくちゃ僕も観客として楽しめたし、いろんな人にも会えてすごいいい時間を過ごせました。太子郎もすごい頑張ってくれて、まあ、その結果とかはあまり僕の口からは言わずに太子郎の YouTube 見てみてください。とにかくこの2週間ぐらいでめちゃくちゃデブになったので、まあ、今日から切り替えてっていう感じです。で、広島に行ったらこのワンチャンもみじ焼き、広島ってもみじ焼きが有名 でこれが犬用なのかな、ティラミスにってことでいただきました。まあ、他にも差し入れというかいろんなものをいただいて、本当にいただいてありがとうございました。はい、美味しくいただきました。めっちゃ美味しかった。で、これはティラミス用なので、せっかくなんで今ティラミスに、はい、あげよっか。ありがとうは、はい、ありがとう。お座り、お座りして、お座り、そう、お手よし。めっちゃ美味しそう。本当にありがとうございます。ティラミスにまでこんなめちゃくちゃ嬉しいです。はい、今日はエニタイムでトレーニングやります。っていうかね、さっきエニタイムのウェブ入会の手続きして、今からちょっと店舗行ってトレーニングします。まあ、入会しました。前までエニタイム行ってたんですけれど辞めてしまって、まあ、辞めてからも結構経つんですけれど、なんかなんだなんだ結構僕自身いろんなところ回るので、やっぱそういう時にね24時間のジムがあると便利だなと思って、すごい便利で設備もいいんですけれど、長袖じゃないといけないんで、タトゥーでね、そこがちょっと厄介というか、それさえなければって感じなんですけれど、まあそこはまあ自分が入れてるもんなんでしょうがないんですけれど、もうちょっとくるら急に太陽が、まあ、もうちょっとねなんか日本もオープンになればなと思いますよ。というわけで家へ飲んでジム行ってきます。というわけで今、エニタイムでトレーニング終わりました。すごい久しぶり、なんか新鮮っていうか良かったです。集中できました。やっぱり背中のマシンがいっぱいあるとね、かなりトレーニング楽しめるし、より刺激を、ね、いい刺激を入れられるので、またこれから楽しみです。家に帰ります。というわけで家に帰ってきて、
まあ、いつも通りティラピアと玉ねぎ白米です。で、シラチャソース切らしてるんで、ハイサイソースとこれバカまぶし、これ美味しいを食べます。いただきます。今日取れ前はキウイフルーツ1個とプロテイン1杯だけなんで、結構お腹空いてます。まあ、昨日がね食べ過ぎたんで、まあ、今日本当に調整って感じです。